ツ筒子群梅は、カメムシアモクに属する、ごく小型の昆虫。名前の通り、ツツジ類につく。筒子群梅、ステフィナイテスパイライオイズは、カメムシ目カメムシアモクグンバ群梅虫科に属する昆虫で、この類では最も普通に見られるものの一つである。この類はごく小型のカメムシに近い形の虫で、本体より羽が大きく広がって、群梅のような形になっている。 この羽が薄いレース模様のようになっているものが多く、この種も、ほぼ透明の羽に主脈が網目のように走り、非常に美しい姿であるが、何しろ小さすぎて、肉眼ではよく見えないのが何である。名前の通り筒つ地つ類を食草とし、しかも、園芸品種によくつく。英名は、アゼリアレースバグで、アザレアにつくレースバグの意である。 体長は3.5から4ミリメートル。この類では中くらいの大きさである。全身は淡い黄色に黒褐色の反紋があり、羽は透明。触角は細長くて先端がやや太くなっている。全胸の本体部は楕円形に近いが、円が薄い膜状に張り出し、これが後方で広がるので三角に見える。この張り出し部分は、 前胸側面に水平に出るのではなく、後方ほど背中に近い位置になっており、後ろが少し上向きに反り返ったようになっている。また、背面真上側に、楕円形の丸く膨らんだものが乗っており、棒状部というが、この先端は尖っていて、前胸の前端を越えて伸び、頭部をほとんど覆い隠す。またその上面には中央に、縦状とその両側に、網目模様がある。 羽を畳んだ状態で、全胸以降はおよそ楕円形、本体部分はほとんど見えない。前肢の前端近くと後方にそれぞれ太い内側にくぼんだ横帯があり、それらは中央で縦につながって、全体としては背面に大きな X 字状の反紋となっている。この反紋の色は黒褐色で、実際には、染脈が黒褐色、染脈の間の膜は薄く黒ずむ。 それ以外の部分では、染脈は黄色みを帯び、その間の膜は透明。足は細く、あまりはっきりした色はない。成虫はツ、ツジ類の葉裏に張り付いており、そこで葉の細胞の内容物を吸う。寄生された葉は吸われた部分が白くなって、表側もまだら模様になるので、それを裏返せば、発見は耐やすい。 幼虫も同じ生活をする。卵は、生虫の生活する歯の裏側の組織内に一個ずつ埋め込まれる。幼虫は生虫にある前胸の側面の張り出しや、広がった前肢がないため、むしろ普通のカメムシに近い形をしている。体は、緑っぽく、中胸から腹部にかけての中央が黒ずむ。また、腹部の両側に、棘状の突起が多数突き出しており、 この部分も黒い。小さな集団を作って生活する。幼虫は1ヶ月足らずで成虫となり、年に数日を重ねて繁殖する。卵で越冬する。しかし、冬にも成虫が見られ、これが冬を越すこともある。ただし、これは、成虫が生き残るだけでその後に繁殖に関わることは、ないらしい。卵は4月中旬から孵化し、 新生虫は5月下旬より出現する。筒汁類に寄生するものであるから、その生育域にあるものである。しかし、園芸種によくつくので、人里周辺で見ることが多い。庭園でなくとも、車道脇など、炎天下の乾燥したところでもよく見られる。また、稀にカキを攻撃することがある。日本では、本州から沖縄までに知られ、 北海道にも分布するというが定かでない。国外では、ロシア極東部から、朝鮮半島、中国南部、台湾に分布がある。さらに、オーストラリア、ヨーロッパ、北米やアルゼンチンにも見られ、これらは直接、内種は二次的に、日本から帰化したものである。代表的なツ,ツジ類の害虫である。栽培の大紫や、平戸ツ,ツジ、サツキなどがよく被害を受ける。 この虫のついたツツジの葉は、寄生された葉は白いまだらになり、ひどい時には葉全体がほぼ白くなる。また裏面には黒いヤニ状の糞や脱皮角がこびりついて見苦しくなる。時には葉全体が枯れる。株中の葉につくほどに繁殖することも多い。薬剤で退治できるが美観は戻らない。 この属の群梅虫は日本で27種ほどがあり、互いに似ているし、小さいこともあって、虫だけで判別するのはなかなかである。しかし実際にはツ,ツジについているのを見る場合が、ほとんどであろうし、ツ,ツジにつくものは、大抵これである。ただし、トサカ群梅 S 竹イは、様々な植物につき、シャクナゲカにもつくことがある。 アセビアネジキ、それに、シャクナゲ類に出ることが多いとのこと。ツツジ群馬より、黒みが強いこと、全胸部背面に長い毛が生えていることなどの点で、異なる。他に、同族で害虫としてよく知られたものには、ナシ群馬イエスナシがある。安松ほか池田 P1、ありがとうございます。